はい、皆さんこんばんは。Good evening everyone. Buenas noches todos. 今演奏したのはページ124ページですね。50の練習曲の第20、すいません、50の練習曲の第43番ですね。題名がウェーバーの主題による変奏曲という、まあ、ウルティモペンサミエントでウェーバーという曲らしいんですけれども、まあ、このカルカッシの教則本ではウェーバーの主題による変奏曲となっていますけれども、ウルティモペンサミエントですから、まあ、最後の思いという、ウェーバーの最後の思いというメロディーらしいですね。で、これをまあ、主題と、それから、これは変奏曲になってます。まあ、変奏曲といっても一つだけですね。一つだけの変奏曲。で、あと、最後にコーダが来て終わってるという感じの曲ですけれども、まあ、非常に、面白いというか、美しい曲じゃないかと思いますけどね。ちょっと説明しましょう。4分の3拍子、2長調、アフタクトで始まりますね。で、最初のところ、スラーでポルタメントで始まります。ですね。これ、まあ、非常にエレガントに、かけましょう。で、ここの2拍目で、アーティキュレーション切れます。そしてまた、その裏で同じものが来て、起きますね。これはまあ、受け答えのような感じです。で、次に、まあ、こう非常に面白い音形。ここで来るんですけれど、ここはあの右手がですね、非常に難しいです。人差し指と中指と、ここのところはですね、A で弾いておいて、A と P で弾いておいて、その後 MI ですね。こういう指使いをしないとなかなかここのフレーズはうまく弾けませんね。こういう感じですね。で、その第5小節目。ここは、こういうふうにシンコペーションですね。ごめんなさい。シンコペーション。ですから、レファーラーレと聞きますね。また同じ形ですね。で、ファミファミ、これ中声部がですね、ソーソーソー、これまあのシンコペーション、ソーソーソーファというね、シンコペーションが入っています。この後低声部ですね。低声部がシンコペーション、200面にアクセントですね。で、しかも中声部も上声部もシンコペーション。非常に難しいです。で、しかも右手が IM で演奏しないといけない。非常にまあ右手の方も難しいですね。2回同じことが起きますので、少し変化をつけてもいいですね。2回目固め。で、この後流れるように。で、切れて。ここも中声部がシンコペーション。この後ダカーポでもう一度テーマに戻って、こうなりますね。ここまでが主題ですね。その後第一変奏、ちょっとアクセント入れて、ここで少し、止まりましょう。
レッシュですね。この後低セーブですね。200の強く、この後クレッシェンド、ここのラが一番頂点ですね。2回目ちょっと弱く、こういう感じですね。山形のクレッシェンド、デクレッシェンド、ここで切れます。これも同じ形ですね。ここはできれば人差し指は離さなくて、これももう置いたままですね。で最後に一山あります。でここはですね、私は2弦で取ってます、急速なポジション移動をしないで、ここでこういうですね、あるいは3弦の開放弦取ってもいいですね。でその後これもあの最初と同じテーマですね。こうですね。で2回同じのが来ますので、ここでちょっと音色を変えます。また元に戻して、でここからいよいよ最後のパッセージ、ここは運指をですね、ちょっと変則な運指を使ってます。こういう風にですね、ファーからソへ、これをやらないと中指でここを使ってますので、メロディが切れてしまいますので、このまま人差し指でこう持ってきます。で薬指はそのまま置いたままでこうきますね。でまた同じ形、というような感じで終わりましょうかね。こういった曲をエレガントにですね、演奏するのは非常に難しいと思いますけれど、頑張って練習してみてください。はい、今日は、ページ124ページ、50の練習曲の43番でした。はい、終了します。